どうもー、コンパスでございます。よろしくお願いいたします。第1回ゲームプレゼン対決。ありがとうございます。ゲームプレゼン対決と、はい、ということでございまして、西本さん、これどういったことですか？今回ですね、我々3本ずつですね、その未来のスマホゲームのプレゼンをしまして、はい、もしよかったら、はい、このグッドフィールさんに、はい、ゲーム化してもらおうじゃないかという夢のある企画です。いや、本当にゲームファンからしたら、うん、もうこれ考えられないぐらいの企画ですよね。そう、自分で考えたゲームのね、はい、本当にゲーム会社さんやってもらって、はい、よかったら実現するっていうね。自分でもそれが遊べるってことですもんね。いや、そうそうですよ。ちょっとこっちの匂いしますけど、これはもちろん入ってきます。マジですか？そこの辺もマジですか？グッドフィールでございます。いや、うまくないですよ。急にうまくないですけど、大丈夫ですか？さあ、それでは早速参りたいと思います。はい、行きましょうか。せっかくなんで、2人の対決の結果が出た後に、はい、負けた方に、はい、罰ゲーム。いやいや、いらない、罰ゲームいらないでしょ、ね、罰ゲーム好きだね、このチャンネルは。芸人だからって罰が必要とかないんですよ。いや、でもせっかく来ていただいて、プロの方に来ていただいて、プロの方に来ていただいて急にそういう時だけ上回りますよね、これ。まあまあまあってなりました。いや、なったよ。なったよ。じゃあ罰ゲーム何があるんですか？こう負けた方にこう、いやいや、それはまたおいおい。おいおい、言わないのよ。言わないの。最後に。あ、でこれは1本ずつってことですか？そうですね。ということは3連敗したら3回罰ゲーム食らうってことですか？そうですね。あ、なるほどね。撮影の途中でいきなり提案してくる感じですね。わかりました。で、この審査をしていただくのは、うん、グッドフィールの皆さんですよね。スタッフが公正に。なるほど。わかりました。これは嬉しいですよ。何人で勝敗を、まあね、視聴者の方には伝わってないですけど、100人ぐらいスタッフの方が来てますから。だったら笑い声少なすぎるでしょ。だったら確かに滑りすぎでしょ。エスキさん、笑い声足しといて。さあ、それではいきましょうか。はい、行きましょうか。じゃあ第1回戦でございます。はい、じゃあ先方、私からプレゼンさせていただきたいと思います。はいはい、もう早速、うん、申し訳ないです。はい、1本目から多分もうグッドフィールさん生唾本だと思うんですよね。あ、もう早速これもゲームにしちゃおう、この後会にかけちゃいましょう、今日帰れません、これです。はい、いただきました。新満々だね。すごいね。いや、これ浮かんだ時はもう、それをもう1本目に持ってくるってことは、そうですよ、もう後半かなり正直ちょっとだれる。え、だれるの？いや、一番強いの1本目に持ってきたってこと？正直僕の中でゲーム化してほしいのはこれが1位です。あ、なるほど、ね、ただ好きなのは別にあります。あ、なるほど、そういうことです。まあ、G 鼻が止まんない、これすごいですから。好みがありますんで、まあ、そうでしょうね。さあ、早速ご紹介したいと思います。私、1本目のゲームプレゼン、こちらでございます。はい、こちら、指紋バトラー。さあ、やってまいりました。指紋バトラー。指紋バトラー、これちゃんとありますよ、タイトル別にありまして、はい、指先一つでダウンさという、まあサブタイトルも、含めて、ダサーサブタイトル。ダサー、指紋バトラーでございます。はい、じゃあこちら概要を説明させていただきたいと思います。はい、こちら概要、親指姫を救いに旅に出る RPG、ね、RPG ですね。で、いろんな人の指紋を集めてパーティーを強化しよう。うんうん、指紋によってキャラクターや強化アイテムなど様々、うん、これっていうのはだ、皆さんにはね、必ず指紋がありますが、まあまあまあ、指紋を採取して何が出るか分かりません。うん、キャラクターの場合もあれば、うん、それを強化するアイテムだったり、もしくは武器だったりとか、うん、回復薬だったり、その指紋によって何が出るか分かりません。で、指によって違うので1人最大10回までできますよね、採取できますと。まあまあ、そうですね。そう、これがまあ概要ですね。はい、もうちょっと詳しく説明させていただきたいと思います。こちらですね、はい、こちら携帯ですね、はい、携帯、こういった感じで携帯に指を置いていただきますね。で、採取中と、はい、ね、採取する、はい、70パ80パみたいな、はい、で、パッと出たら、まあ、この人の指は、まあ、指差し棒ゲット。いらな、攻撃力15。いらな、ね、指差し棒。だ、こんな感じで指を置いて、はい、RPG で、RPG です。指差し棒が武器なんですか？いや、まあ、たまたまこの人の指がちょっとあまり合わなかったんですよね。
ね、あんまないよかった親指でもいいですよ、うん、で何が出るか分かんないですよ、まあまあそういう楽しみはあるんですね、はい、ちょっと一応指にかけて指差し盛りしましたが、はい、まあいろんなかっこいいキャラクターだったり、はい、今日ねまあ普通に回復薬、うん、ねとかドリンクみたいなのでもありますよ、いろいろあります。でもいいんじゃないですか。そうなんですよ。さあそして、はい、もし課金をするならということで課金こちらですね、はい、先ほどからこの漢字すごい間違えてるの許してください、はい、はい、強化したいキャラクターや装備を指定できる。これっていうのは、はい、何回指やっても、うん、ね、なんで毎回薬草ばっかりなんだとか、うん、そういう時あるわけじゃないですか、うん、ね、キャラクターが例えば RPG4 人揃えるにしてもいつまでたっても揃わない。その時は、まあ、お金を出していただいて、うん、選べるわけです、うん、キャラクターと設定して例えば魔法使いとか、うん、設定して指を置くことによって必ず魔法使いが出ると、うん、そして2つ目同じ指を何度も採取できる、うん、これはまあお友達いない西本さんみたいな方は例えばもう10回やっちゃったら終わりじゃないですか。で嫁の分合わせて20回、もう他に頼める人がいないと。いるわ友達いるわということで課金をしていただいて5人はいるわ友達で、この指で何回も何回も採取することができると。リセットできるってことですね。そうです。そしてポイントですね、このゲームポイント、はい、こちら好きな子の手に触れられますね。好きな子の手ねいや協力してくれないよ好きな子に指紋ちょうだい、指紋ちょうだい、はい、スマホを持って指紋ちょうだいって。例えば西本さん好きな子だとして、はい、どうやんのって、これ携帯出してどうやんのって来てください、はい、どうやんのこれ、だからこうやってこれでいいの、これこう好きな子に触れられますないよそんなの。手を洗う習慣ができる、これは便利ですよ。どういうこと、やっぱ汚いままやんないでしょ携帯こうね、手をきれいに洗ってからゲームに挑戦していただきたい。さあということで私の指紋バトルはいかがだったでしょうか。ありがとうございました。はい、なるほど、これが自信作、うん、これはもうゲーム化していただきたい。まあ、でも指紋採取っていうのはちょっと面白いんじゃないですか、うん、そうなんですよ、指紋で全てが決まるっていうのはこれないんじゃないですか今まで、うん、指紋でねこうタッチしていくと、まあ、なんか指紋バトラーっていうのがなんかその、うん、ね、うん、バーコードなんちゃらそう言わないでくださいそれを匂わすよ、そこから多少ヒントバーコードなんちゃらもありましたけど、でもね、はい、それがヒットしたわけじゃないですか。まあまあ、で今まで指紋ないなと、うん、思いましてね、出しましたね。これはやっぱりスマホで指紋採取ね、まあまあまあいいんじゃないですか、うん、これやっぱりね誰も今まで浮かばなかったんじゃないかということでね、わかりました。さあそれでは西本さん、はい、はい、行きましょう。はい、タクシーの1本ですね、うん、はい、こんな中島は嫌だ、ネタじゃないネタだわ違う違う、西本さん、西本さんめくり芸人がよくやる、ネタ覚えが悪い、いいよいいよ、こんな中島嫌だじゃなくてこれ本当のことじゃんこういう系のネタやってる人は例えば本当は女だとか違うこと書くんだって、これ本当のやつ、本当に嫌なことだ、本当に嫌なこと書いちゃってさあ仕切り直させていただきましょう。私の提案するゲームですね、タイトルバン課金王最悪だよ、課金王でございます、最悪ね。じゃあ西尾さん、会社が何かお金儲けしたいと思う、違うんです、いや私考えたんです、時ドラに足りなかったところ、それを潤す部分です、課金王、時ドラはねだから課金に優しすぎた、確かに私は無課金を排除していきたいと思います。ただねこの課金するにはよっぽどの理由がない、いやそうです、これはすごいゲームですよ。課金王って何よ、はい、まずですねプレイヤーを、まあ、自分で男女選びます、はいはい、ね、はい、男女、はい、で所持金は0円スタート、うん、でなりたい職業を選ぶ最初に、はい、もう総理大臣、医者、うん、教師、弁護士とハードル高めです、いろ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 、もう保育士、芸人ないですけどね、芸人 ありましたね、はいはい、頭悪いね、頭悪い、はいはい、でこうなりたい職業を選ぶわけです、はい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 、で続いてですね、はい、続いては、はい、まあどういうゲームかというと、うん、もうそうです、リアルマネーが物を言う世界、うん、これ、うん、これが大事なんですこの課金王は、はいね、はい、最初も所持金がもったいなくない、なんかさっきから、ね、でまあこのマップはですね、まあ時ドラっぽい感じにしました、うん、はいはいはい、あそうですね、操作もこうやって動くとこう入って、でコンビニトコトコトコトで、こうゲーム内でお金を稼ぐこともできます、はいはいはい、ね、当然ね、そうです、でまずコンビニで働こうと、うん、ね、うん、さあ履歴書を買わなきゃいけないです、そうですね、こう100円課金してください、嘘でしょもう履歴書、ゲームで履歴書を買うのも100円課金してください、しないしないね、でしないただこう履歴書だけじゃダメですよね、はい、証明写真も必要です、はい、でいろんなとこ行って安い証明写真も600円から700円で課金してください、しない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 証明写真しないで揃った
ね、はい、でコンビニのバイトの面接で行くわけ。待って、ちょ待って、何何、やりますね、これだけのためにお金を使うわけじゃない、うん、ということは見返りもあるわけでしょ当然。いやもちろんですよ、だってお金稼がなきゃいけないですから、ゲームの中でね、ゲームの中でそうで見返りあるわけでしょ。ありますあります あるんですよ、あります、はいはい、あります。それはそうですよ、だってゲームを始めてこの時点で800円使うでも、まあ、プレイヤーですね、面接ね、ただ初期装備ね、普通質素すぎるから店長に君はみすぼらしいから不合格って言われちゃうわけです。でイケてる服を買う、要するに課金しないと先に進まない、最低のゲームだわ。おしゃれな服も、はい、こうゲーム内で買えますから。誰買うのよこれ課金してください。課金じゃないよこれひたすら、もうダメだってひたすら、ね、誰やんのってこのゲームあ、でもなんか一周、いや一周してじゃないよ、もう一つの人生をやってみませんか、ね、うるせえよいや違う違う、え終わり、嘘でしょ見返りないね。いやだからそのゲーム内でね、こんなに汗かいてるけど、ゲーム内でお金をもうひたすら稼いで総理大臣とか目指すわけですよ。いやまあまあ、ね、はいはいはい、でそういう風に総理大臣になるっつったらもうえらいお金かかるわけですよ。かかりますよ、だって、ね、まあいろんな選挙出たりもするわけじゃない。そうそう、だ選挙費用とか大体いくらぐらいかかるんですか。委託金みたいなので100万円必要なんですよね。はい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 、まあ、そういうのもかなりリアルにやりますから、その100万を貯めるのはゲームの中でも貯めれるわけでしょ。貯めれますけども、コンビニでバイトして、でももう最初にもかなり課金していただかないとできない。いや誰がこれ取んの、誰インストールするのよこれ。なんかね、アラブの人が結構今スマホゲームに課金をしてるらしい。従ってる。そうだからそういうところをターゲットにとにかくお金持ちをターゲットに例えばね、家でね、はい、こうまあ、引きこもってて、はいはい、ただそのなんかこうネットとかの投資でお金儲けしてる人たちもいるわけですよ、はい、その通りです、はい、でも俺本当はもっと外に出て活躍したかったななんて思ってる人もいるわけです、うん、まあ、いますね、いますいます、はい、その人のためにある課金を、いや課金しなくてもそういう夢かね、本当はでしょ、本当はアイドルになりたかったなって、まあ、そういう人いますね、多分もうおしゃれとか髪切ったりもうそれも課金しなくてもいいけど、課金せずにそういうゲームないアイドルになろうみたいな、いや、まあまあ分かりました。でも課金していただければもうゲームもすごく充実します。こんな課金するゲームあったんだっていう別の発想ですよね。そう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 、別の発想ということで、これもう完全にグッドビリーさん潤ってほしい、潤ってほしい願い判定をお願いいたします。勝者西本さん。やったー嘘でしょ、グッドビルさん潤いたいんや。グッドビルさんこれやったー、潤いたいんや。ということで罰ゲームですけれども、罰ゲームは何を、いや納得いかないですけど、はい、はい、サイコロを振っていただいて、はいはい、飲み込めばいいんですか、おかしいな出るかな出た目で、はい、洗濯バサミの径でいらない、いらない、そんなのいらないですって。出ました6、おかしいだろおかしいでしょって、違う違う、ちゃんと振らせて、何いきます、はい、1111頼む、1、よしつまらん、よっしゃつまらんいやでもね、はい、最初だから、あ、まあまあまあ、そっかそっか、まあまあ、じゃあ行きましょうか、1、わかりました、じゃあ1のね、紐も引いてください、はい、はい、いやもうこれもう普通に1でも痛いって、あーしらず、のどちんこに、おかしいでしょ、のどちんこ取れたらどうすんの、取れたらどうすんのって、1個だったから、いや1個だったら、じゃあもうベータに鼻にしときますか、はい、お願いしますね、こうかな、はい、痛い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 、早くして早くして、じゃあいきますよ、待ってちょっと本当に痛い、ちょっと待って、いきますよ、はい、3、はい、2、1、痛い痛い痛い、3、ちょちょ、いつ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 、今でしょ、今でしょ、痛い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 、楽しい、痛い、こういうゲームもいいんじゃないの、皮脂全部いかれた、皮脂痛い、皮脂痛い、マジで本当に痛い、え、こんな痛かったのこれ、知らなかったな俺、知らなかったになるねということで、1回戦は西本さんの勝利でございます。ふでふでレボリューション、君がいたな、すっごい、ねえ、曲終わったよ、西本さんの嫁が考えたゲーム今が紹介するんです、そうですリゲインヨーフェイス、いや違う、西本さん、え、これちょっと
嫁書いてます、嫁書いてます、嫁は引き裂いたところですでしょ。グッドフィールチャンネルではいろいろな動画を配信してます、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。パソコンから見てる方はこちらをクリック、スマートフォンの方は下にあるチャンネル登録をクリックしてください。なんか無茶苦茶してるよーっていう人はこの人の顔を振ってやめろよ、ね、もうひどい目にあったわ。ぜひよろしくお願いいたします。